県が峰富士山頂である県が峰のりくら岳の最高峰である県が峰鳥取県の大山の頂である県が峰県が峰は火山の噴火口の終焉が原義であり特に富士山の山頂を指す名称であった日本に複数存在する峰や山の名前としての県が峰及び県が峰は古くからあった古障から後々名付けられたものと考えられる 剣ヶ峰は日本に複数存在する峰や山の名前である。一同名と区別するために富士山剣ヶ峰など剣ヶ峰という形をとって呼ばれる場合もある。山の剣ヶ峰より転じて生まれた相撲用語剣ヶ峰はここを境にして体が残るか否かで勝敗が分かれる土俵際の特に土俵の演習を形成する俵の一番高い。 ところの故障であり、剣ヶ峰でこらえるなどと用いられる。同じく山の剣ヶ峰より転じた比喩表現として剣ヶ峰があり、それ以上少しの余裕もない、ギリギリの状態、絶体絶命や、正否の決する瀬戸際という意味を持つ。また、慣用句としては剣ヶ峰に立つ、あるいは剣ヶ峰に立たされるという形になり、足がかりがなく、 もう後のない状態になるという意味で使われる。これはまさに山の剣が峰に立つことを想定した比喩であり、もう後がなく、いつ落ちてもおかしくない状態にあって、そこを踏み応えられるか否かで生死が決まる瀬戸際にあることに基づいた表現である。首相は剣が峰に立つ思いで、厳しい外交局面に臨んだ、剣が峰の米国経済、浮気がバレて、 彼は剣が峰に立たされているなどと用いられる。山の剣が峰の意味での剣法は、日本語では剣が峰と読むが、剣法の名を持つ峰や山は、少なくとも現代では確認できない。ただ、峠として、新潟県長岡市と出雲崎町滝谷を結ぶ県、峰峠の名が知られている。中国語における剣法は、雲南省の継承地である。 石林で地名として見ることができる。それは険しく切り立った峰のような形の巨岩であり、そういった形状をした、おびただしい数の岩群であるが、日本語の、剣は峰がそうであるように、剣凡は、石林のものに限った地名でない可能性もある。ありがとうございます。